雪武たけず上海博物館像、城広氏は、五代十国時代の南東の画家。前職、五色の紀仙と共に、花長画の二大流派の女子体を奏し、少量、一節には、金領の人とも言う。高年の名族で代々南東に仕える。高画で穏やかな性格で、生涯感触にはつかず、平民として生きた。田園と自然の野手を持っており、写生を良くし、 花長魚家の名人と言われていた。南塔の君主であった、リークが、ジョヒロシの名画を多く蓄え、後に、僧に降伏した際に、その秘蔵の画をすべて贈呈した。宋の大僧は、ジョヒロシの画について、カカの妙、我、一人ヒロシあるを知るのみと言って賛美した。ジョヒロシの画風は水墨を主体として、単彩を加え、素方な筆致のうちに、美しい的表現を特色とした。 この手法は、女子体と称されて、高専の高士体と共に、花長画の二大源流を成した。北宋の図画兼文史には、高専の画法の復帰に対し、ノイツと評される。この、ノイツの一角を創出したため、ジョヒロシガ派と呼ばれた。ジョヒロシガ派は、ジョヤノイツとも呼ばれ、中国絵画流派の一つで、後家復帰の引退画風を突破したことで出現した。画の題材と、 内容、表現方法の多様化に貢献し、後世に極めて大きな影響を与えた。この画派の画法は、後世とは異なっており、美術史において、女広し遺体と称されている。多くの作品は太い筆と農木で制作し、色彩を少し施し筆跡は隠さず、落ち木花と呼ばれる。彼の落ち墨穂、すなわち洋木洋筆であり、花器の全体部分を、 好録しながら、同時に染める。最後色彩を施し、枝、葉、髄、額の生態に立体感を与える。女広子自身は、落ち積みの際、腐食とかさは,は、細かいと言っている。孫の女高し、女高乗によって大成され、高しは、墨線を用いない、木骨画を創始した人物とされた。後の蝶中、王若水、秋代の陳天音 振動また、文長名、ジョイラにより発展させられ、水木写し花鳥画を定着された。ジョヒロシはすなわち、筆木の遊びという画法を駆使して、当時すでに成熟されていた山水画の水木の技法を課長画に融合させた。日本では、村田樹高がジョヒロシの詐欺の画を所有し、茶会に使っていたとされる。その画は後に魔系氏の源三郎に伝わったのを、 荒井白石が見たと記録されている。滝良一、祝殺東洋歴史大辞典中間臨戦書店、1992年、P401。内藤コナン、死な海岸畜漫学芸文庫、2002年、P94。内藤コナン、死な海岸畜漫学芸文庫、2002年、P94。王外、中国絵画の源流収作者出版株式会社。 2014年6月85から86ページ。ISBN 9兆7848億8265万5428。内藤コナン、品海賀市畜間学芸文庫2002年 P96。飯島巨神保家、牧江市伝、主伝した吉川博文館1925年 38P。滝良一。 祝殺東洋歴史大事典中間臨戦書店1992年 P401 ありがとうございます。